みちゃん、見た？猫ちゃん、またいたよ。猫、どこ？もうどっか行ったんじゃない？この辺、野良猫多いよね。誰かが餌あげてるのかな？この後、レコード屋にも寄るんだよね。うん。アイドルの新譜だっけ？ボーカルの子がね、網口くんにちょっと似てるの。そんなにいいかな？学校にはろくな男いないもんな。いいなって男子一人もいない？恋は素敵よ、うさみさん。遠くから見つめるだけでも。2089年、確か夢でそう言ってた。時間を16年戻ったとも言ってたな。予知夢だとすれば2105年に何かが起こる。120年も先のことか。心がとても満たされるな。100歩譲ってそうだとしても、クラスの男なんてどいつもこいつも森村の前だと胸元見るやつばっか。色恋なんかより今はもっと食べたーい。この話題もう少し続けたいかな。話どこまで進んでたっけ。ああそうだそうだ、思い出した。先生のあの胸なら、私は網口くんかっこいいと。軽すぎるよあいつ。色恋なんかより今は食いもっと食べた。この話題もう少し続けたいか。話、ああ思い出した。美和子の趣味はちょっとおかっ。色恋なんか今はもっと食べ。いいね、あのお店また行きたいな。甘いもの行っとこう。今日は割とソフトクリームかな。いやいや、それならクレープでしょ。いおりちゃんに決めてもらいましょう。ソフトクリーム新しいの増えてるのよ。どんな味かしら。いおりちゃんも気にならない？クレープの焼けるいい匂い。うさみちゃんと同じで今はクレープの気分かな。じゃあ決まりね。行こう行こう。ちゃん、いつものチョコバナナにしなかったの？だって大盛りいちご半額よ。食べちゃおう。私も。どう？いちご、縁がパリパリでクリームたっぷり。そうだ、ツナマヨにしたら猫も寄ってきたかも。ダメだよ、クレープなんてあげちゃう。私猫ちゃんのカリカリ持ってるから、あげるならそれにして。この辺の猫に餌やってるのはお前か、美和子。じゃあ今度猫見かけたら美和ちゃん呼べばいいんだ。あのお店また行きたいな。あそこのは美味しいよね。おっとりしている親友の美和ちゃん、男子と喋るのは苦手でも恋愛話は興味津々。この辺りのお店もだいぶ開拓したよね。甘いもの行っとこう。今日は割とソフトクリーム。いやいや、それならクレープでしょ。
イオリちゃんに決めてもらいましょ。ソフトクリーム、新しいの増えてるのよ。興味ないんだな。仕方ないね。ウサミちゃん、見た？猫ちゃん、またいたよ。猫、どこ？もうどっか行ったんじゃない？この辺野良猫多いよね。誰かが餌あげてるのかな。この後レコード屋にも寄る。うん、アイドルの新ボーカルの子が網口くん。そんなに学校にはろくな男いないもんな。いいなって男子一人もいない。恋は素敵よ。2089年、確か時間を16予知まだと2105年。遠くから見つめるだけでも毎晩は夜中に目が覚めるもんだから眠い。心がとても満たされるな。100歩譲ってそうだとしてもクラスの男なんて色恋なんか。今はもっと食べたい。いいね。どこに行こうか。あのお店また行きたいな。甘いもの行っとこう。今日は割とソフトクリームかな。いやいや、それならクレープでしょ。イオリちゃんに決めてもらいましょう。ソフトクリーム、新しいの増えてるのよ。どんな味かしら。ここんとこクレープだったし、ミオちゃんに賛成かな。まあいいか。それじゃあ行きましょう。新作にしたんだね。濃厚ミルククリームだって。チョコミントと悩んだよね。ではでは一口。私も。濃厚な口当たり。濃ゆい。今週の占いでラッキーアイテムがソフトクリームだったのよね。じゃあこれで運勢良くなったね。なってきた、なってきた。あのお店また行きたいな。あそこのは美味しいよね。この辺りのお店もだいぶ開拓したよね。ちょっと食べ過ぎかもね。イオリ、さては色気づいてダイエットだな。まさか例の彼と進展あったの？ないってば。学校にはろくな男いないもんな。いいなって男子一人もいない。今度素敵よ。彼のことを考えるとドキドキする。一目惚れしちゃったなんて笑われないかな。遠くから見つめるだけでも心がとても満たされるの。私の前の席に座るうさみちゃん、赤いメガネにおさげの少し変わった女の子。やっ、色恋なんかより今はもっと食べたい。この話題もう少し続けたい。思い出した。クラスの男なんてどいつもこいつも森村の前だと胸元見るやつばっか。先生のあの、この後レコード屋にも寄る。うん、アイドルの新ボーカルの網口。そんなに。私は網口くんかっこいいと思うけど。軽すぎるよあいつ。美和子の趣味はちょっとおかしい。そんなことないよ。ゴート
ト先輩もかっこいいと思うな。コート先輩は密かに3年生にも人気あるのよ。やつは恋とか検討以前の問題だ。学校にはろくな男いないもんな。いいなって男子一人もいない。恋は素敵よ、うさみちゃん。遠くから見つめるだけでも心がとても満たされるの。100歩譲ってそうだとしても、色恋なんか今は食い気。もっと食べた。いいね、どこに行こうか。あのお店また行きたいな。あそこのは美味しいよね。甘いもの行っとこ。今日は割と暑かったからソフトクリームかな。いやいや、それならクレープでしょ。いおりちゃんに決めてもらいましょう。ソフトクリーム新しいの増えてるのよ。どんな味かしら。いおりちゃんも気にならない？うさみちゃんと同じで今はクレープの気分かな。じゃあ決まり、行こう行こう。ミワちゃん、チョコバナナにした。だって食べちゃおう。私も。どう？なかなかいい。バナナマヨ。え、何？なんで？変だよ、あれ。きっと注文してるのいおりちゃんだけよ。そんなことないって。だって美味しいもん。バナナの甘みとマヨネーズの塩気が、えも言われぬハーモニーよ。太っちゃうかな。ちょっと食べ過ぎかもね。いおり、さては色気づいてダイエットだな。まさか例の彼と進展あったの？ないってば。学校にはろくな男いないもんな。いいなって男子一人もいない。この後レコード屋にも寄る。うん、アイドルの新ボーカルの網口くん。そんなにいい。恋は素敵よ、遠くから見つめ、心がとても満たされ。100歩譲ってそうだとして、色恋今は食い。もっと食べた。この話題もう少し。話どこまです。ああそうだそうだ、思い出した。クラスの男なんてどいつもこいつも森村の前だと胸元見るやつ。色恋なんかより今は食い気。もっと食べたい。この話題もう少し続けたいかな。話どこまで進んでたっけ。ああそうだそうだ、思い出した。先生のあの胸なら男子の反応もわかる。私は網口くんかっこいいと思うけど。軽すぎるよあいつ。美和子の趣味はちょっとおかしい。そんなことないよ。ゴート先輩もかっこいいと思うな。ゴート先輩は密かに3年生にも人気あるのよ。やつは恋とか検討以前の問題だ。学校にはろくな男いないもんな。おい
ミワちゃん、ほらここ。ああ待って、今カリカリ出す。食べてくれたね。よく似てるけど、学校にいるのとは模様が少し違うよ。違う猫ちゃんか。しっかり猫見てたよね、イオリ。正門のとこでクラベと。あ、あれ見てたの。うん。クラベちょっと変でしょ。あいつと何の話してたの？それは。まだ8時10分。見よ、この余裕の早起き。しようと思えばできちゃうのだ。あ、猫ちゃん、早起きはこんなにお得だなんて。おはよう、藤坂さん。私、静かに。ん？ああ、猫か。うちの近所にいるノラと似てるな。兄弟かもね。クラベ君、あの夢、今も見てるの？時々見てるよ。私もまた見たの。クラベ君が前に話してた地下に埋まった UFO の夢。 UFO？ イオリー、おはよう。ウサミちゃん、おはよう。クラベと何話してたの？ね、猫見てたの。ふーん、聞かせてよ、その話。うん、めぐみ？ああ。重郎、よかった。一人で調べに行くなんて。君に何かあったら僕は。重郎、やめて。あなたの気持ちは嬉しいけど、今は何も考えられない。気持ちにも応えられないの。そうか、僕もどうかしてた。こんな時に告白なんて、君を混乱させるだけだ。全て片付いたら、その時が来たら改めて話すよ。まただ。この衝撃の原因何か分かった？沖野君、途中にあったでしょ、動かなくなった怪獣。あれが下に落ちてきてるのよ。トンネルが塞がったから。地上に戻るには別の道を探さないと。急いで戻ったって意味はないさ。地上には誰一人いやしないんだ。おい司君、思い出したんだろ、お母さん。食えなくてごめんよ。いいの、ここを調べてる間は気が紛れるもの。向こうの端末見てくる。ここのブロックデータだけなのに
3日かかって解析度 1.2%。 データ密度が桁違いに高いわ。でもシステムの論理的な構造は私たちが使ってるものと似てる。沖野くんが言うような宇宙人の遺跡なのだろうか。これは何の装置だろう。驚くべきものさ。僕の推測ではこれはある種の転送装置だ。そんな顔せずまず聞いてよ。装置と関連するデータを見つけた。量子力学の授業を取ってたでしょ。物質の転送なんて不可能よ。ここにある異星人の設備は僕たちの科学では測れない。推測が正しければ突然消えた人たちもこれで説明ができる。森村さん、君の両親も。二人ともちょっと見てくれ。解析に時間がかかったけど、データの中にこれを見つけた。何これ。この遺跡の全容か。大きいな。全長 30km の物体が町の真下に埋まってる。まるで巨大な円盤ね。面白い。埋まった UFO の中に僕たちはいるわけだ。ここは地上からたった 300m よ。こんな大きなものが今まで見つからないはずがないわ。森村さん違うよ。意図的に隠していたんだ、おそらくね。政府による宇宙人の隠蔽か。まるで20世紀の映画だな。怪獣たちはこの円盤を目指して穴を掘ってるの。奴ら何がしたいんだ。このデータと関係がありそうだ。円盤から出てるこの信号、君たちには何に見える？これはカウントダウンだわ。怪獣が中枢に接触してから信号は動き出している。もっと調べた方がいいな。こんな時なのに胸が高鳴るよ。この異星人の円盤は驚くものばかりだ。カウントダウンがゼロになったら何が起こるの？重力波の異常とも関係してそうだ。円盤が飛び出すとか。解析を続けよう。何が起こるのか調べるんだ。